ハイファアルマンスールハイファアルマンスールは、サウジアラビア出身の女性映画監督、12人兄弟の8番目として生まれた。同国では、保守的思想の影響による、娯楽規制で映画館はないものの、家庭でのソフトの視聴は可能。幼少期に子守り代わりとして、レンタル作品をたくさん見せられたことで、映画制作を志すようになったという。 1997年にカイロアメリカン大学を卒業、帰国後に3本の短編映画を制作。その後、アメリカ人外交官と共にオーストラリアに移り、シドニー大学で映画学を学んだ。長編デビュー作となった、少女は自転車に乗っては、サウジアラビア発の女性監督作品で、また、すべての撮影を国内で行いすべての役柄を、 サウジの俳優が演じた初の長編映画と言われる。しかし、女性監督であるがゆえに殺害予告を受ける。長編2作目は、フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウスを描いたメアリー・シェリーの電気映画、メアリーのすべてで、日本では2018年12月15日に公開された。ありがとうございます。